しい。あ、ここもなんかくるんでなってる。ダイヤ型みたいになってますね。すごい。こんにちは、はじめまして。どうも、今日はお世話になります。あ、いやいやいや、お邪魔します。こんなところでお邪魔します。はい、これ全部力夫さんが作られたものですね。うん、なんだ、作ったんだ。これもくるみですか。くるみだ。このくるみすごい。これはまた旅ですよ。また旅。それまた旅です。そっちのはあけびするだこれ。ああ、あけびはわかります。うん、それあけびする。人ってそれぞれ大きさが違うし、いい大きさって人それぞれだと思うんですよね。それを編むっていうことは全部カスタマイズできるっていうか、それはすごく面白いですよね。これ五角形でしょ、ね、こう全部か、うん、重なって重なったの五角形。この外側の下になっているのを上に起こして、はい、輪っかをここに入れてやる。あ、なんかでもなんか、もう何かになってきてる。すごい五角形のあれできてきたべ、ほら、ほら、ほら、ほんとだ。あ、こういうの、うん、隣のつらさ行ったりするから、ここさ模様をつけていくかなみたいで、こう一本飛ばしてみたり、ジャガード戻ってみたり、楽しみながらしてるんだ。ああ、なるほどね。これもすごい。なんか今まで見たことのない形がいっぱい。すごいなあ、素敵。なんか自由だなあ、カゴ。はじめまして、ナキと申します。それでちょっと節みたいな、なんかこうあったり、ね、はい、柔らかい見た目より。熱いものは熱いなりに編み方を変えて、うん、薄いものはこう細かいのを編んだり、あと小物を編んだり、こうなるべく使えるように、はい、
読み方を変えて、手加減でこうカーブを作ったりできるのもあけびのしなやかさだったりするので、それを生かしたいなと。なるほど、はい、あけびで作れるのはあるかなとか、くるみで作れるのはあるかなって、作れたら面白いかなとか、ずっとそういう目で考えてしまう、すごいことですよね。そう、なんか朝、なかったものが夜現れるっていう、ワクワクします。楽しいですね、はい。すごく楽しそうで、こっちまで楽しくなっちゃうっていうぐらいの、その感じがすごく一番お土産というか、編むって一番手頃で手の中でできて、それがどんどんと形になっていく、完成していく楽しさっていうのはあるんじゃないですかね。まずは自分を喜ばせるところからスタートしてるのかなっていうふうに思いましたけど、それをだんだん広げて人が喜ぶようなものを作りになってると思うし、それが伝わるっていうところも大きいことなので、山形の人がすごくいろんなものを作ってきた感じを受け取りました。